通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律は、日本における通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関して必要な事項を定めた法律である。 日本の硬貨の製造及び発行に対する根拠法は昭和63年1988年3月末までは貨幣法及び臨時通貨法であった。このうち金本位制を基本とする貨幣法に関しては昭和6年1931年に金輸出を再禁止して打艦を停止し、本位貨幣の金貨は昭和7年 1932年に1月を最後に製造が停止された。昭和17年、1942年に旧日本銀行法、昭和17年法律第67号が制定され、日本銀行券の発行は金保有法に縛られなくなり、金本位制は名目化し、事実上日本は管理通貨制度に移行した。また路甲橋事件をきっかけとして日本は、 戦時体制に入り、昭和13年1938年6月に臨時通貨法が制定されるに至り、その後発行される効果は全て臨時補助貨幣となり、貨幣法に基づく本位貨幣及び補助貨幣が発行されることはなかった。第二次世界大戦後、日本はハイパーインフレーションに見舞われ、昭和21年1946年2月の 新円切り替えが行われるに至り、純金の両目2分、750mg、0.75g、もって価格の単位と、試しの応援と称すと定めた、貨幣法は、完全に、有名無実化した。昭和28年、1953年末、小学通貨の整理及び、支払い金の破数計算に関する法律により、税に、及び、臨潰ンンの補助貨幣が、 通用停止となる一方、依然、臨時通貨法には一線、五線、十線及び五十線の過種が定められたままであった。一方、貨幣の形式の改正の際、立法措置を取らず政令で効果を製造発行できる臨時通貨法は、貨幣を発行する政府にとって、裁量でこれを行うことができるため、臨時の状態が約半世紀継続されることとなった。このような中、 日本の通貨関連法令を現状に即したものに、するための法整備が必要との機運が高まっていった。さらに、昭和61年、1986年の天皇陛下御在位60年記念硬貨発行に、至り、純金制の10万円の臨時補助貨幣の登場となり、法令の不備を指摘する声は、本格的なものとなった。このため、記念貨幣を弾力的に発行し、 必要に応じて造幣局が記念貨幣を実費により販売することも可能とすることが望ましいとされた。このような背景から昭和62年1987年に従来の通貨関連法令を整理し新たな通貨に関する法律を制定するに至った。この法律は昭和62年1987年6月1日に交付され告知期間を設けた上、 昭和63年、1988年4月1日に施行された不足第1条。この法律によって、貨幣に関する従来の法律が整理された。この時廃止された法律は、以下の通りである、不足第2条。通貨の額面単位は、円とし、額面価格は1円の整数倍と定められ、1円未満の計算単位は、その1、100を占。 および、ゼニの1、15リンと定めた、円の1、1が、リン、本文、第二条。1 0は、計算単位に過ぎず、発行する貨幣の額面とはなっていない。小学通貨整理法の規定により、従前発行された、円未満の小学通貨は、その通用を禁止され、貨幣とみなす、臨時補助貨幣と扱われないため、現在、ゼニおよび、 林単位の効果で有効なものは存在しない。したがって、1000は、株式取引及び外国為替相場などで、円未満の金額を示すための計算単位として、使用されるに過ぎない。なお、債務の弁済における円未満の扱いについては、小額通貨整理法第11条と同様の規定を、通貨法第3条で、改めて規定している。貨幣の種類は500円、100円。 50円、10円、5円、および1円の6種類とされた。また額面が1000円、5000円、1万円の記念貨幣の発行に立法措置を要さず、閣議決定によって発行することが可能となった第5条。戦前に発行されていた本位貨幣の金貨は、この法律によって正式に廃止された。廃止された旧金貨幣の引き換えは原則として、 昭和63年4月1日から9月30日と設定された不足第3から7条。しかし引き換えは休暇平法で定められたものについては、額面金額、休暇平法第15条の規定により通用を認められた休金貨幣、進化条例で定められた金貨についてはその額面価格の2倍、乗り第4条であり、いずれにしてもこの法律の施行当時の金地金としての 価値と比較しても圧倒的に低かったため実際に給金貨幣を現行の貨幣、紙幣に引き換えたものは全くおらずこの規定は形式的なものに過ぎなかった。なおこれによって日本で戦前に製造、発行された効果はすべて無効となったことになる。紙幣では戦前発行の3種類の一円紙幣が依然有効である。現在日本国内で 継続的に発行され流通している1円から500円の硬貨のうち昭和63年1988年3月31日までの発行分及び天皇陛下御在位60年記念硬貨以前の記念貨幣は臨時補助貨幣して発行されていたがこの法律の不足第8条の規定によりこれらは貨幣とみなす 臨時補助貨幣として引き続き通用力を有することとなった。法務貨幣の金貨の廃止に伴い、従来、補助貨幣、正確には、臨時補助貨幣と呼ばれていた1円から500円の効果、及び、記念貨幣は、もはや、補助を関する対義名分を失ったことから、貨幣とすることになった。例えば、不足第13条における、補助貨幣回収準備資金は、 貨幣回収準備資金に改められ、あるいは不足第14条における、補助貨幣損傷等取締法を、貨幣損傷等取締法に題されている。しかし、現在発行されている1円から500円の効果は、この時本質的に改正されたわけではなく、臨時補助貨幣の形式をそのまま踏襲し、効果としての通用限度も20枚、本文第7条と事実上、 臨時通貨法からの変更はなく、補助可幣的な性格を維持している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。